い、こんにちは、ピカですかね。私が持っている車をね、紹介するっていうのをやっていきたいと思います。こんなね、ポルシェとか、あとね、今日紹介するのはこんなね、黄色いフェラーリ、この中でちょっと映像をね、撮ってきたんですよ。それをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、いろんなところにね、ちょっと今車止まってて、ガレージがあったり、地下駐車場に止まってたりとかね、いろいろしますね、場所はね。なんで、まあ、そこまでね、C63 で出かけて、そこで乗り換えて遊びに行くという感じになっていますね。先日ね、車検を終えた、車検のね、動画貼っときますよ。値段とかね、公開してますんで、概要欄からね、ご覧ください。はい、じゃあね、今日はちょっとこの黄色いフェラーリ紹介していきたいと思います。はい、まずね、こうやってね、ガレージのシャッターを開けるとですね、中にこうね、いいね、いいね、出てきた、黄色いフェラーリ出てきたね。はい、こんな感じで入ってますね。あと1台入るんだけど、まあ今はね、ちょっと1台しか入ってないですね。ここに赤いね、さっき冒頭で流れた赤いフェラーリを入れたいんだけど、さすがにね、それ入れるとちょっと2台入れると狭いなっていう感じで、なんでちょっとね、今ガレージをね、作ろうとして、そこにね、木更津あたりでガレージを作ろうかなと思ってまして、実はそれにね、向かってる途中でもありますね。ということで、こうやってね、シャッターを開けて C63 を中に入れてですね、フェラーリのに乗り込むと、こんな感じで、ね、乗り込んでいく。はい、そしてかっこいいやん、エンジンかけるっていうね、みんな大好きエンジンかけるところをご覧ください。開くんでうるさいんですよね。フェラーリは標準でね、バルブがついてて、まあ、ゆっくり走るとバルブが閉じてる状態で、アクセル踏むとバルブが開くという感じになっていますね。今回ね、後ろからの映像もね、撮ってみたんで、ちょっとね、見てください。映像いいよね、後ろからの映像。はい、中はこんな感じですね。中の映像とちょっとね、切り替えながら見てくださいという。まだ大体どうだろう、まだ9000キロぐらい、9000キロ、もう約1万キロかな、乗ってますね。ここね、2008年モデルで、途中でちょっとブレーキの映像を見てほしいんだけど、これね、ブレーキがカーボンブレーキが標準になってるのが2008年だけかな。標準のね、標準になったカーボンブレーキがついてますね。これがね、なかなか優れもんだよ。ダストが出ないっていうのがいいよね、カーボンブレーキは。はい、そしてしたところね、制限速度があるからね、制限速度内で加速する映像を、ね、ありますね、いろいろね、どっかで。
なにちょっとね、まあ、違いっていうかここで私がもう一台持ってるチャレンジの映像もねちょっと見てもらって、まあ、こっちの車はレーシングカーになってて、まあ、バンパーもないんですよ。で助手席もついてないっていう感じ。そしてサイドブレーキもないっていうね。市販の方は一応ねサイドブレーキもついてて、もちろんね、はい、窓もちゃんと開くっていう。レーシングカーの方はもう全然ねダメなんですよ。あの窓もねこういうアクリルガラスみたいになってて、アクリルガラスじゃない、アクリルになってて、ね、軽くできてますよ。ちなみにこのフロントガラスもアクリルなんだよね。やばいよね、フロントガラスアクリルは。ガラスじゃないっていう、フロントガラスじゃないけど、走ってる映像もね。レースの練習走行かな。どれが俺かわからない。でね、市販の方はあの黄色い方ね、黄色い方はあのマフラーの位置がね違うんですよ。右の下の方に出てて、チャレンジの方はなんていうかな、真ん中の方にねあの出てるっていう感じになっています。でこのレーシングカーの方は倉庫みたいなところで孵化してる映像あるんだけど、まあ、ここの倉庫には今来てないんだけど、その近くのレーシングカーレースに集めてて、直感なんですよこれ。いろいろあって直感になってて、あの火が出てる。職場入れしたのかな、職場入れ多分ついてると思う。でね、あの実は黄色いフェラーリも高速道路をね、何この走ると見ようとするね、火が出るんですよ実はね。めちゃめちゃ火出るんだけど、それはさすがにもうちょっと回さないと無理で、今回はちょっと一般道だったんで火はね出てないんですけど、はい、ということでね、そんな具合で今日はフェラーリを紹介させてもらいましたってことで、まだねちょっといっぱい紹介したい車あるんだけど、ね、ちょっと今日はフェラーリとちょっとねチラ見せでポルシェを出してみました。またねご覧になってくれて、またチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。